こマイナス7は11.7等級の G 型、主系列性で太陽より若干小さくて冷たい構成である。一角十座の方向に存在する。この構成は、コのローラ01と呼ばれる領域で発見された。プロジェクトのウェブサイトによると、この領域は一角十座の方向にあるとされる。発見論文によると、構成の性質は、 g 級ボルト型の黄色の主系列性で、表面温度は5275系、半径は太陽の87%、質量は太陽の93%である。しかし別の資料では、この星を、軽霊ボルト型の大色の主系列性としているものもある。金属量は太陽とほぼ同じで、太陽の93%から123%である。 太陽系から150%パーセク離れ、太陽よりも若い12億から23億歳であると推定されている。この恒星の周りをスーパーアースの太陽系外惑星、コウマイナス 7B とコウマイナス 7C が公転していることが2009年に発見された。内側の惑星の発見はトランジット法で発見されたものである。コウマイナス 7B はその小ささでよく知られている。 この構成は構成活動が活発なため惑星の質量の確定を難しくしている。また2010年には C の外側にコマイナス 7D が存在する可能性が指摘された。ありがとうございます。